突然ですが、皆さんはこの夏何か物を買いましたか？僕はたくさん買いました。お金はないんですが止まりませんでした。というわけで今回は僕が2022年の7月と8月に買ってよかったと思ったものをまとめてご紹介します。買ってよかったガジェットもの第6位 TP リンクターポ。こちらはテープライトと呼ばれるもので、デスクの縁などに貼り付けることで LED ライトを光らせることができるというアイテムです。光らせるとこんな感じで雰囲気がいい感じになります。実はこちらのターポを購入する前からテープライト自体は貼り付けてありました。それがレプロ LED テープライトというものだったのですが、こちらのテープライトめちゃめちゃイオンが発生していました。 LED を光らせているだけでジーッという電気が流れる音が発生し、マイクのノイズとしてもガッツリ乗ってしまうという非常に問題のある状態でした。さすがに音がするのは腹が立つし、なんだったら LED テープが破壊していつか発火してしまうのではという恐れも感じていたため、満を持して今回購入したタポに交換したのです。こちらのタポ全然音しません。当然のことだとは思いますが、その当たり前のことに感謝することが大切なんだなと思い知らされました。また光り方については普通です。デスクの縁に貼り付けて間接照明として楽しんでいる時点では以前のものと比較しても特に差を感じることはないです。ちなみにこちらのタポにはリモコンとは付属しておらず、色の変更などは専用のアプリから操作をする必要があります。 TP リンクでスマートホーム環境を整えている方はかなり快適に使用することができると思います。僕はスイッチモードで統一しているので、スマートプラグを間に挟んで使用しています。買ってよかったガジェットもの第5位ユーグリーン SD カードリーダー。こちらは名前の通り SD カードを PC と接続するためのアイテムです。僕が動画を撮影する際には基本的に一眼カメラを使用しているため SD カードに動画を記録しています。そのため撮影したデータを編集する際には当然 PC に SD カードを差し込む必要があるのですが、これまではこちらのモニター横についている SD カードリーダーを使用していました。ただこの場所どうあがいても使いづらい。いちいち体を乗り出して SD カードを差し込まなければいけないし、溝の構造的にも差し込んだ SD カードを取り出すのがめちゃめちゃ面倒。そこでもっと楽に SD カードを抜き差ししたいと思い、新たに SD カードリーダーを購入しました。こちらは USB で接続するシンプルな構造なので、ケーブルさえつなぐことができればどこでも使用することができます。なので現在はデスクの裏に両面テープで貼り付けて、そこから USB の延長ケーブルを駆使して PC と接続しています。配線は地獄のようになってしまいましたが、非常に快適にSD カードを抜き差しすることができるようになりました。ただし角がめちゃめちゃ尖っているので、足をぶつけるとめちゃめちゃ痛い。買ってよかったガジェットもの第4位パルサースーパーグライド。こちらはマウスソールと呼ばれるもので、ゲーミングマウスの裏面に貼り付けるアイテムです。マウスにこれを貼り付けるとどうなるかというと、滑るようになります。こちらのスーパーグライドはガラスでできているため、マウスを動かした時に発生するマウスパッドとの摩擦が極限まで少なくなるので、ぬるぬると滑らせるように操作をすることができます。そのため特にゲームでマウスを振ります際にはこれまでよりも少ない力で大きく素早く動かすことができるようになります。一方で常にヌルヌルしているような状態なので、ピタッと止めるような動作は今までよりも難しくなります。なのでプレイするゲームや人を選ぶようなアイテムですが、僕はかなり気に入っていますし、何よりゲームが楽しくなります。強くなったかどうかは定かではないですが、ちなみに普段使いの場合にはマウスが動きすぎて誤クリックが頻発するので注意が必要です。買ってよかったガジェットもの第3位シュア A26X エクステンションバー。こちらは2000円の棒です。一体どうやって使うのかというと、マイクに取り付けて使用します。僕が普段使用しているマイクは SHURA SM7B というもので、マイク本体とホルダーが一体化しているような形状になっています。そのためマイクアームに取り付ける際には本体のネジで直接くっつけるようにするのですが、
これを取り付けてケーブルをマイクにぶっ刺すとアームとめちゃめちゃ干渉します。なのでマイクの首を振ることができなくなってしまうのです。この光景を見た誰もがこう思うでしょう。あー、ここがもう少し長かったらケーブルと干渉しないのにな。そう、この棒の出番です。こちらの棒は両サイドがネジのようになっており、マイク本体とぴったりくっつきます。するとホルダー部分の長さが2倍以上になり、アームに取り付けてもケーブルが干渉しなくなるのです。素晴らしい。棒本体は光沢感があるのでちょっとダサいですが、一応金属製なので安心感があります。さらに棒によって長さ自体が伸びているため、モニターを飛び越えて手前まで近づけた際に今まで以上にマイク位置を下げることも可能になり、まさに一石二鳥のアイテムでした。買ってよかったガジェットもの第2位、ソイル。こちらはコースターと呼ばれるもので、コップの下に敷くあれです。こちらを購入した理由は、僕の丁寧な暮らしぶりをアピールしたかったから。というのも否定することはできないですが、何よりもデスクに水滴がつかないようにするためです。こちらのソイル、巷でよく聞く珪藻土というものでできています。簡単に言うとめちゃめちゃ水を吸ってくれるやつなので、コップに水滴がついていたとしても文句一つ言わずさらっとと吸収してくれるのです。僕は基本的に朝コーヒーを飲みます。普段はドルチェグストというカプセル式のコーヒーメーカーを使用するのですが、湯気の影響なのか分かりませんが、コップの底が少し濡れていることがよくあります。もしもこれをデスクに直置きしてしまったら、当然デスクが濡れてしまうわけで、なんか嫌な気持ちになります。もちろんコーヒーに限らず、コップに水滴がつく機会は少なくありません。その度にデスクが濡れてしまい嫌な気持ちになっていては、僕の心の安寧を保つことができず、動画投稿がストップする事態になりかねません。そこでそんな水滴がデスクについて嫌な気持ちになる現象を回避すべく、こちらを導入したのです。おかげで導入以来、水滴を恐れることはなくなりましたし、コースター自体も普段コップを置いている場所に設置しているだけなので、邪魔に感じたこともありません。強いて言うなら、うっかりコーヒーのような色がついているものをこぼしてしまった時はめちゃめちゃ悲しい気持ちになってしまうので、くれぐれも飲み物をこぼさないように気をつけたいところです。買ってよかったガジェットもの第1位、ファイナル ZE3000。 こちらはワイヤレスイヤホンです。僕が外に出かけるときには絶対に手放せないほどに気に入っています。こちらの ZE3000、一体どんなイヤホンなのか、一言で言えば全ての人にちょうどいいイヤホンです。まずは音質がちょうどいい、とにかくバランスがいいです。初めて音を聞いた瞬間にびっくりするようなタイプの音ではないのですが、聞けば聞くほどその音の繊細さやバランスに気づき感動します。この音を聞いた9割の人は満足するような仕上がりです。また付け心地もちょうどいい。イヤホン本体を取り出してみると結構尖っていて、かつ少し大きめのように感じるのですが、つけてみるとものすごくちょうどいい。想像以上に耳にしっかりフィットしてくれるし、重量も軽いのでつけている途中に落としてしまう心配はありませんし、僕自身今までにポロリしてしまった経験はありません。本体が少しザラザラしていて滑りにくいのも結構いいです。そしてなんといっても価格がちょうどいい。ワイヤレスイヤホンはかなりピンキリな世界であり、下は5000円前後から上は5万円前後まで様々ある中で、こちらのイヤホンはなんと1万5000円、ものすごくちょうどいい。あまりにも安いものを購入してしまうとすぐにもっといいイヤホンが欲しくなってしまう一方で、あまりにも高いものを購入してしまうとなくすのが怖すぎて外で使うことができなくなるという難しい状況の中で、この価格設定めちゃめちゃちょうどいい。音質には圧倒的信頼があるファイナルのイヤホンですから、クオリティには十分満足できますし、比較的現実的な価格設定のおかげで外でも割と気兼ねなく使用することができます。普段使いにちょうどいいワイヤレスイヤホン、長い付き合いになりそうな予感がしています。というわけで今回は僕が2022年の7月と8月に買ってよかったガジェットものを6つ紹介してきました。こんな調子で毎月お買い物をしていたら破産まっしぐらなので、一刻も早く対策を練りたいところですが、くれぐれも皆さんはお金がないのについつい買っちゃったということがないようお気をつけください。この動画が良かったと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。他にもツイッター等やっておりますのでフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。